スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。武蔵対南葛、舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、武蔵。攻守にバランスの取れたフォーメーション、極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド、南葛。攻撃的なフォーメーションでこの試合に臨みます。キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。いよいよ試合開始です。試合開始です。見すぎさ、体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。ドリブルでボールを運ぶ。さあもらった。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。連続突破で見せます。ここでタイガーショット。タイガーショットだ。そこで真正面からシュートを受け止めた。小田くん、ここはパスを出した。真田くん、体を反転させかわした。これはタッチを割ります。スローインからの再開です。はっ、はっ、ここは抜かせません。もらったぞ。体を反転させかわした。さあ飛行士の華麗な技だ。ここでタイガーショット。タイガーショットだ。さあボールと真っ向勝負。森崎くん、これはキャッチできない。高杉くん、ボールを蹴り出します。向井くん、左へパス。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。フィールドを一つのタイガーショットだ。高杉くん、このボールに立ちはだかる。体を張ってボールを止めた。飛行士の華麗な技だ。鋭いスライディング、かわして振り切った。三杉くん、大丈夫、ここで止めた。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。もうこの一撃がタイガーショットだ。なんとかボールに決まって、ゴール隅に決まった。どうだ、このシュートを決めてきた。よっしゃ。長野くん、ロングパスを受けます。本間くん、激しいタックル。本間くん、ロングパスだ。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。シュートまで持ち込めるか。タイガーショットだ。飛行士の先行がかかる。中里くん、激しいタックル。真田くん、ここは抜かせません。翼くん、ここは隙にさせません。タックルを決めた。やった、かわして振り切った。やった、体を反転させかわした。ここから打ってきた。さあボールを抑えた。真田さんとぶつかっていった。それ、このセンタリングのものにできるか。あっと、これを弾いた。三杉くん、タックルを決めた。それ翼くん、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。三杉くん、飛行士の華麗な技だ。それ、体を反転させかわした。止められない。シュートだ。森崎くん、ボールはまだ生きている。ここで止めた。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。ここでタイガーショット。タイガーショットだ。懸命に飛びつく。
セイダパントキックで大きく蹴り出した。おっと真田攻守交代だ。そうだ、あっと奪い返した。反転させんか。戻した飛行機の華麗な技だ。ここでタイガーショット。タイガーショットだ。このボールに取り付け、これがネットに突き刺さる。やってやったぞ。もらった。なんだと。フッ、ここだ。タイガーショットだ。去年左へパス。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。三木君、体を反転させかわった。飛行士の華麗な技だ。三木君、センターラインを攻め込む。チャージが決まった。鈴木君、ロングボールを送る。これで体を反転させかわした。ドリブルでボールを送る。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。やった、横にかわして取った。飛行士の華麗な技だ。小田君、このスライディングが決まった。鈴木君、ここは抜かせません。それ飛行士の華麗な技だ。鋭いスライディング。翼くん、お箱のヒールリフトだ。やったぞ、チャージが決まった。さあ、もらったぞ。体を反転させかわった。飛行士のか武蔵、前半を優位に進めて終えました。この流れを保っていいよいよ後半戦開始。体ごとぶつかっていった。これで体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。そうだ、もらったぞ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。ゴール前に持ち込んだ。ここでタイガーショットだ。そこだ。森崎くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキック、どこまで運べるか。素早く繋がす。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。もうこのタイガーショットだ。そこで、あ、防いだ。パントキック、どこまで運べるか。横をすり抜けた。鈴木くん、ここで止めた。素早く横にかわす。三木くん、超人華麗な技だ。そこ、体を反転させかわした。これはごぼう抜きだ。そこ、三木君、飛行士の華麗な技だ。よし、体を反転させかわした。もらった。三木君、これは僕が決めてやる。ゴールシュートだ。これは会心のセービング。パントキック、どこまで運べるか。やった。武蔵、ここは戻りながらのディフェンス。チャージが決まった。伊勢崎くん、このパスをカット。これで体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。もうこの一撃がゴール。タイガーショットだ。なんとかボールに食らいつく。これがネットに突き刺さる。やった。シュートが炸裂。よし、くらえ。タイガーショットだ。そこだ。パスを受けた。鈴木くん、激しいタックル。おっと、攻守交代だ。三木くん、体を反転させかわした。そこ、飛行士の華麗な技だ。三木くん、ここからそこを詰めるか。飛行士の華麗な技だ。中里くん、スライディングでカット。ここは抜かせません。それ、三木君、体を反
反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。よし、ここから一気に攻め込みたいところ。キャッ、真正面からシュートを受け止めた。大事そうに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。木杉君、ロングパスを受けます。一ノ瀬君、激しいタックル。もらったぞ。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。ダイレクトでパス。滝沢君、ワンタッチで送る。飛行士の華麗な技だ。パスを回す。スライディングで止めた。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。これは南米式のドリブルだ。キスギ君、パスを回す。これが炸裂。真田君、ワンタッチで送る。三杉君、体を反転させかわした。キスギ、ここは抜かせません。素早くつなぎます。真田君、三杉君、飛行士の華麗な技だ。岩見君、このスライディングが決まった。鈴木君、ここは抜かせません。真田君、ここはパスを出した。三杉君、体を反転させかわした。よし、これは僕が決めてやる。キーパー一歩も動けず。三杉君、鮮やかに。体が動くうちはやってみせるさ。よし、しまった。よし、真田君、ボールダッシュ成功。もらったぞ。飛行士の華麗な技だ。センターラインを越えて攻め込む。もらった。かわして振り切った。翼君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。そこ、スライディングで止めた。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って運ぶ。もらったぞ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。これで体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。ゴール前に持ち込んだ。フィールドを一筋のタイガーショットだ。このボールに飛びつく森崎君、ボールはまだ生きている。中、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。ニューヒーローリーグ、全勝を成し遂げたのは東京都の強豪武蔵中だ。負けたのか。翼、すまん。俺たちが不甲斐ないばかりに。石崎君、そんなことはない。俺もみんなもいいプレーをしたけれど、今日は三杉君がそれ以上だった。僕たちが勝ったんだ。三杉さん、俺たち本当にやりましたよ。これ夢じゃないんだよな。はあ、夢なんかじゃない。本当に俺たちが勝ったんだ。勝った。頑張ってきて。泣くなって。俺も泣きそうだけどさ。お前、こんな時にクールだな。でもこれ以上の舞台か。
みんな本当にありがとう。おかげで最高の舞台で最高の結果を出せた。夢を諦めなくて本当に良かった。今日の夢は水木さんだけの夢じゃありませんよ。